男性料理あんまりしないんで、出てきてもらって栄養指導とかそういうのを含めて料理しながらそういう話をするというのが最初の目的です。でこの辺はお医者さん行くのも近いし医療バスも出てますからその辺のような話もこの男の料理の時に男性の方から聞けます。施設の中歩ってる時にでもこうちょっと声かけて男飯ありますので参加してくださいねみたいな感じで声かけはしてるんですけどなかなかねやっぱ皆さんお忙しい部分もあるでしょうし、まあ、そういう人がこういっぱい集まったところには行きたくないっていう方もいるだろうし、今までこう何回かやってきて出てくる方っては結構同じメンバーの方が多いのでやっぱり今まで出てこないような人っていうのをこうもっと引き出して参加していただきたいなと思ってるんですけど、うん。